北朝鮮がなんで日本列島の上を必ずミサイルを打ち上げるかっていうと、うん、西に打たなく西か南しかないんですよ、打つところが。あー、そうか。だから絶対日本列島かすめていくんですよね。だから彼らは実は最大限の配慮をしていて、うん、東に打つ時も必ず津軽海峡の上を飛んでってるんですよ、うん、だからできるだけ日本列島に落ちない軌道、絶対落ちない軌道で飛んでるんですよ。だって日本に落ちたら大変なことになるじゃないですか、うん、絶対落としちゃいけないんです日本に、うんうんうん、だからでそれを日本政府がいろいろこう、うん、ごちゃごちゃ言うんだけど、うん、あれはもうしょうがないんです。うん、危機を煽らなきゃいけない。そうそうそう、いや要はその、うん、北朝鮮は日本列島の上を通るしかないんですよ、うん、ロケットを打とうとしたら、うん、で日本は東も南も、うん、この南に打つのは地球がこう自転してるでしょ、うん、北極と南極の間をぐる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 回ると地球観測衛星つって、うん、まあ、1日ぐらいかけるともう完全にその地球の全体 の、 写真とかを撮れるわけですよ。だから大体南か、まあ、北に打ってるとこもありますけどロシアとか、うん、が、東で南と東が太平洋で完全に空いてるでしょ、うん、こんな国ないですよこれ。北朝鮮がなんで日本に打ってくるかっていうと、うん、これは彼らとしては無理なんですそれしか別に日本に嫌がらせをしたくてやってるわけじゃなくて単純に東に打ち上げないとダメだし、彼らはミサイルを持ってることによって、うん、その要はキム・ジョンウン体制を維持してるわけですから、うん、もうこれはやむにやまれる自由ですよ。だからもう日本に落としたら彼ら国公開しますから、絶対落とさないですよ、うん、だから津軽海峡の上とか飛んでいくんですよ。いやうまくこう、そうですね、いやもういやできるだけ日本の領空、領海、領土とか領海に落とさないようにめちゃくちゃ緊張してると思います毎回。日本に落ちたらマジ終わるから。ご自身がロケットを打ち上げてるからよくわかる。よくわかる。だからもうすげえなこいつらと。いやあれね、私思ったのは、いや俺さんすごいお金持ちじゃないですか。でいろんな技術もあったり、まあ、でロケットを打ち上げて、ね、北海道でやられて、そのなかなか最後うまくいかなかったじゃないですか、はい、で一方北朝鮮はあんないろんなこと言うけど、あれだけのものを打ち上げてやってるってのはやっぱりリソースのかけ方ですよね。すごいなと思って、うん、だからもう彼らはそれが一番大事なことだから予算の傾斜配分してるわけですよね、うん、実験で日本に落ちた意味ないわけです。北朝鮮の目的っていうのはアメリカにいつでも核ミサイルを撃てるぞ撃てるぞっていう状況にして対等に外交を行うこと、そして北朝鮮の独立、そして金王朝のですね安定っていうのを求めるのが彼だ。それを最大化すべく核ミサイルを開発してるわけですから、日本に落ちてくるわけがないんです。 J アラートとかこういう時に使うものじゃないんですよ。ノドンとかが飛んできた時にやんなきゃいけないものであってね。でもいきなりノドン飛ばすような状況じゃないじゃないですか。日本に北朝鮮攻めらんないですよ。核ミサイル何本か落としたとしてもそれは被害は大きいかもしれないけど、これも世界中から報復されて金王朝なくなるわけじゃないですか。何のためにそんなことやるんですか。北朝鮮日本に攻める力なんかないですよ。ミサイルを何本か落とすぐらいはできるかもしれないけど、でなんかパトリオットとかで撃ち損じたやつをか何発かもしかしたら落ちてくるかもしれないけど、それ以上のことはできないわけじゃない。なのに攻めてくる意味あるっていう話なんですよ。ないよね。ということで基本的に外交とかこういったものって損得感情もあるし、もちろんプライドとかもあるんだけれども、日本なんか相手にしてないんです。正直日本なんか相手にしねえよって北朝鮮言われてるわけですよ。相手にしてるのはアメリカなんです。だから今回の、ミサイルの件もね、日本が大騒ぎしてるのは非常に滑稽でございます。